ポーターラーム駅は、太陽国中部ラーチャブリー県ポーターラーム郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。ポーターラーム駅は、太陽国中部ラーチャブリー県の人口約14万人が、暮らすポーターラーム郡にある。駅の正面側が、市街地であり、300メートルほど行くと、メイクローン川が流れている。三等駅であり、1日に12本の列車が、発着しその内訳は、 快速列車1往復、普通列車5往復である。当駅に発着するバンコク発着の列車は、トンブリー駅とクルンテープ駅の2箇所からの発着である、ため注意が必要である。クルンテープ駅から、快速列車利用で2時間30分程度である。大国有鉄道南本線は、東北本線、北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。 南本線は、前期2線とは異なり始めから1000 m m メ期間を採用して付設された。1903年6月19日に、キュートンブリー駅ペッチャブリー駅間が開業し、当駅もそれに伴い開業。ポーターラーム駅構内短式一面のホーム一面一線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。